KTS では86豪雨災害から30年となる今年、テレビをご覧の皆さんから当時の体験談を募集しています。今日は復旧作業に携わったことで災害への意識が変わったという男性からの投稿です。当時城山ホテルで仕事をしていました。変わり果てた3号線沿線を見て、戦争は知りませんが戦後のような気がしました。翌日アパートの泥出しをしましたが、それを機に積極的にボランティアをするようになりました。この投稿をくださった男性がこちらの富重正信さんです。2年前記録的な大雨で浸水被害に見舞われた伊佐市の被災者に、調理師の富重さんは特製のカレーをボランティアで振る舞っていました。だいぶ早いですよ。皆さんおそらくすごく疲れてらっしゃるので、わずか一食ですけど、ちょっとでも元気になってもらえればありがたいです。86豪雨災害を機に災害ボランティアの意識が高まったという富重さんのカレーに、伊佐市の被災者も元気をもらった様子でした。KTS では来月8日まで KTS アプリで86豪雨災害の体験談などを募集しています。皆様の体験談お待ちしています。その後の